皆さんこんにちは。リビングの生け花、かっこいいお花を個性的に生ける。今日はお家にあるようなガラスの器で簡単にでもちょっと個性的なお花を入れていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。材料はバンダ、カラン、レモンリーフ。バンダがない場合はデュアレ、ダリア、アジサイを代わりに使っても素敵なお花ができると思います。キャラとやってあげるとこの子がとってもスリムになります。こんな感じ。お花の入れ方だけでなく葉の切り分け方や扱い方も大切なポイントになってきます。本編 URL は概要欄から。オンラインレッスンでお会いしましょう。フラワースタジオ舞でした。ありがとうございました。